はい、最後数よ。チャーガン10やいびーがや。6月18日、旧暦9とおて、軍がちの16日、火曜日午後1時を回りました。チムガナサシマクトバニュースの時間なといびん。はい、パーソナリティアワンネ岸本タルガーニーと、中村にゅうちゃんばあちゃんと、島袋リセイビン。はい、ちゅやみっちゃいし、番組、うつづきさびいくと。ぐすうよ、ゆたさるぐとうにげーさびら。うにげーさびら。うにげーさびら。この番組は、株式会社、メガネ2-1、ハエバル店、医療法人正解、デイサービスセンター、もろみの里、かかず委員、くわえ皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所、なごみの家、有限、失礼いたしました。株式会社、マルーチ、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、株式会社 OSD、 デイサービス富さんち、寿司海産物石松、玉城クリニックの提供、北谷町文化協会島くつば部青年部沖縄ハンズオン NPO の協力し、うつづきさびん。はい、よっちゃんばちゃん、番組のご紹介、うたさるぐつうにげーさびら。しまくとばエンターテインメントし、うちなんうと語り伝承しちる番組やいびん。毎週しまくとばかなさするちゅんちゃんのゲストトーク、しまくとばニュースのコーナー、あんやたんやうちなんのコーナーなどなど、うふうこの内容しうっくいさびん。またインターネットちちみしえる方、またうちなびけいやアイビラカーマ外国文化面せえるうちなかなさしみせえるうすう四回この番組生みかけることないびん、またちちうたびみせることないびこと、ぜひこの番組かなさしちちうたびみそうりうにげさびら。はい、ニフェーデービル、よっちゃんばあちゃん、はい、チャーガンジュやいびーがや。チャーガンジュじゃなかった選手がよ、はい、日射病みたいなのやったさ、はい、一週間大変だった。あ、いや、はい、病院会イチャビーだが、病院毎日検定打ちに行って、はい、あれだね、あの日射病ったら食事が全然食べられないね、うん、お腹も空かないし、はい、お食事しようとも思わないし、うん、全然、はい、あの食べるのはお茶と梅干し、あ、はい、これだけ、うん、これだけで1週間過ごした、ね、本当に、はい、熱もアイビータが野菜、うん、日ンアイビータ、熱は人出たわけ、はい、血圧も下がってさ、はい、あのただもう眠たいだけ、はい、なんかみたいに、うん、何にもしたくないし何にも食べたくもないしさ、うん、普通なら甘いのも好きな人が甘いのも食べないし、うん、はい、本当に梅干しとお茶だけ。ああ、これ原因やのやいびいたが野菜。外で春し口、外の口の中に。この間ね、桜の木を切らしたのでさ、はい、で、また、うん、食べに行くので、うん、もう木の枝もみんな切っておこうと思ってね、2日間、はい、ずっと庭の手入れやってたわけ。ああ、はい、島田町が浮いていて、うん、ニラの植え替えしたりして、はい、そのあと2日間ティーラの面かずっと歌るものよ。やっぱりダメで、はい、はい、自信無理なさらんようですね、よっちゃんばあちゃん、先週いっぺんあっちさえびいたこと、うん、もうティーダクワンクワンし、はい、言ったらね、夜もね、顔もじゃもうほてって寝られないわけよ、はい、冷たいタオルで顔をさ、うん、冷やして、はい、そんなにやってったらその翌翌日から、うん、うん、はい、はい、くれでよっちゃんばあちゃん、今日くんかいあいびいたこと、あの熱、あの太陽の熱、うん、あのこの吸収するとヒードくんでイヤビが野菜、ヒードくん、ヒードく、うん、俺また熱射病の本当に大事なことやいびが野菜、昼間熱やったのがね、夜になったら発散するわけよ、うん、だから、はい、よっちゃんばちゃん、何かお手伝いできることはあいびですぐあの連絡うにげえさびが、はい、キーチキテキビソーリー、お家族も全然花に興味がないのでさ、はい、うんまた何かあればお手伝いにイチャビーかと、はい、無理なさらないようゆたさるぐとうにげえさびら、
はい、もう中央FM ギノワンスタジオからの見る外の風景やよっちゃんまちゃん、ウフア港イビーシが、はい、おひなうちなんでし、今の網具はヘーブヤっていうんじゃない、ヘーブヤ、柔らかい細いヤパッテンゴアの、はい、大雨の時はムンチヤビがやった、大雨さん、ウフブイ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 ソイビンや、はい、喫茶ウフブイエタニヤ、ヘーブヤがフェーブヤがヤパッテンゴアの、そうそうヤパッテンゴア、はい。つゆのことや、ちゆんりやびがや、つゆ。ちゆ、防水。あ、防水、うん。はい。数万防水の。数万防水じゃん。うん。ああ、防水、うん。はい。この時期は今、いろんな行事が、うん、おゆみしちびの行事が、あいびこと。そうや、いっぱいある。はい。うの話、またちゅん、やっちゃんばあちゃんから紹介していただきたいと思います。うん、はい。リサさん、はい、はい、チヌーヤヌーヌヒヤタガヤ、チヌーヤ、うん、旧暦ヌー、グンガチ、19日、ウマチヌー、フィーアイビー、ウマチ、はい、ガヤタイ、ウマチアイビータンヤ、サチウマチ、あ、サチウマチ、サチウマチ、先のウマチっていうことなんですね。これ男の人が拝めに行く、ここ、はい、うん、これ指示の方、グンガチの15日や、うん、イキガンチャーが、うん、自分の仲間とか、うん、バンスモートとかに神モートってあるわけ、うん、3カ所あるから、はい、そこに拝みに行く男連中が行く、うん、女の、はい、それであと、あれ、うん、6月の15日は女性が自分たちのなしみの方に、うん、旦那の方にじゃなくて自分が生まれたところに拝みに行く、はい、これ指示の方と運の方でイヤビーが野菜。うん。幸を町が指示の方。指示ってそうそう。男性。自分たちの男性も家計ずっと通っていった指示の方。指示の方。うん、運の方というのは女の方の方。ああ、女性の。はい。幸を町と後町でもイヤビー野菜。ああ、はい。またこの馬町ではですね、よっちゃんばあちゃん、この幸を町、地域によっては、前夜祭のように地域で行われるところもいくつかあるみたいですね。うがんじょのあるとこもよ。はい。さちにうがんじょうがもるはじろ。ああ、うがんじょう回って。うかみうがりから。うん。はあ。はい。で、例えば自分の旦那が生まれたうち、じゃあ、がんすもうとにいるわけ。がんすもうと。がんすもうと。はい。それから何代かで、もう先の。おじいちゃんおばあちゃんっていうか8代までのところを神ムート、神ムート、ああ、はい、その後が中ムートの会、いやこれ細田県違う、それが中ムート、中ムート、神ムートは15代以上、10代以上のところ、15代20代ってあるところは神ムート、はい、ヒー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 ってもう上の、もうさらにウヤファー富士になっていくわけなんですね。はい、だから人も終わって33年目では、うんうんうん、あれ神、はい、神様として拝む、はい、仏様として拝む、33年目終わったら神様、昔はウコールも通ったの、ウコール、今の、ブルーのウコールさんね、はい、今度白、白雲海、うん、白、神ウコールといって白の、はい、変えるわけ、はい、あ、今の人そんなにもしない人って見ていたら、はい、やってないところがいっぱいあるね、そのままブルーずっと使ってる、あ、これよっちゃんばあちゃん、このとうとう名にはお父さんそしてお母さんとかこのミートゥンダでいらっしゃってですね、またミートゥンダで息がの親が33年期終わった後もこれ白に変えたりとか、アイビータが安い。イナゴの親やナーダ33年。イナゴの親やナーダ3年。はい。だから変えないよ、そんな時は。そういう時は変えずに。変えないで、そのままして、はい。うちも、この間、うちの父親が33年期だったんだけど、うん、はい。さ、敬語さんのお母さんあるから、家になくて実家に行かないから、はい。わからんしね。たぶん、おのまやるはずにと思う。ああ、はい。うん、また地域地名地名に伝わるまたやり方、うん、風習もアイビーこと、うん、この馬地ですね、うん、よっちゃんばあちゃん、もともとは何を祈願する行事、納豆イビーが野菜、
幸町弥生さん。幸町は何を気がするのかね。うん、もううちなうとって大体うがんとうがんを先にしもな、うん、地域の発展、うんうん、部落の人の健康気分、うん、こういったのが、うん、部落でやるか、うん、全体のやるのが神もつさね、うがんじゅなんかで、うん、この部落の部落の繁栄を願うのが、うん、うがんじゅ、うがんじゅと、はい、でまた家族のうがんするのがお家でのとっとみとか姫館とか、うんはい、もう元々私はみんなその国の部落の人たちの健康祈願、うん、村の発展繁盛これを拝むのがもうしたいよね、はい、言えば、うん、元といえば、うん、はい地中遠い便野菜、うんうんはい、このようにあのこういった地域でもいろんな盛大に行われている行事と今ではまたうぬ行事生き楽なといびんのんでる悩み抱えている方々もあの、うん、ウイビーシガ野菜実はあのよっちゃんばあちゃんチヌーやあのわったんまたウユミシチビの行人会参加さびたこと、うん、ティーチの場所はあの南城市の南見南城市の稲峰という地域を通って、うん群馬地馬地の行人会参加さびたんあの、あちらは37箇所の歌木廃所、あの、うん、川の跡とか、あの、回ってですね。よくでも他の人入れたね。昔は他の人入れない、ね。あ、はい、その部落の人。はい。神一の。地域の人たちの。知恵とかって。うん。神一とか。他の人絶対入れない。はい。うん。あと他の人も遠慮して、はい、そこの部落の、だからといって。うん、ああ。で、あの、踊りなんかするところもあるわけ。あの、その、うんうがんじゅの祭りの時によ、はい、その時に、ね、目もい中もいさとも置いて3日間もやるわけ、うんはいうん、これは必ず3日間もその時は村子の土地は、うん、うがんじゅに行って拝みはしないただ踊りを見るだけ、はいうん、うがんじゅあくまでうがんじゅって拝むはその村子の人、うんうんうん、これ目もい中もいあともいであの村足 BIB がやる村足 BIB ですね、うん、うたたいもうたいそれも一つも踊って神様を慰めるという意味でもあるはい、うん、そこでまた豊作祈願をあの願ったりするところもあったわけなんですね最初の馬を奪うとうさぎってからそしたら豊作願いなんでも最初の神様を殺す、はい、うにげしうさぎもいし、はい、その後がやる、うん、この南城市南見ではですねあのシシガナシンあのアイビータンシーサシーサシシですねこれはあのここのシシの名中いあのウトウとウサギに出ること、うん、ウコールもアイビータグと野菜これはまたこういった馬地行事の時に皆さんで手を合わせということですね、うんうん、馬地というのはさ、うん、大体が子孫で、うん、この子孫子孫で拝むので、はい、他の子孫が拝まないあはい、うんそしてよっちゃんばあちゃんこの神あの神々にうがんするときにはこのシルカビシルカビをまたこうやってうがんするところもある、うん、あのあったんですけれどもシルカビとまたビンシーでですねあの花組そうそうあのお酒と、うん、そしてウコをこううさぎてみんなでこう儀式をやってました、ね、間違った人がこんな時に内カビ名する人燃やす人がいるわけよ、はい、あれはハットあ全部白で統一白で白カビ内カビはあのウヤファー夫人内カビはもちろん、うん、あの世のウヤファー夫人とか、うん、武尊会仏壇の行事の時に、はい、内カビはする、うん、ああ、とうとう行事はい、うんうん、また不思議なことにこの3という数字で、はい、身一個をうさげたりですね、はい、7という数字があったりとかまたうちなならではのこういった数字の昔はさ、うん、あの7回の計算なんて言ったら、うん、中歴のほら、15の時には、7回コールを、先行、うん、7つの橋を渡って戦国に行くっていうんで、うん、7回もこう帰ってきて、帰ってきてやってたわけ、はい、今はもうそんなことやらないじゃん。はい、12本で。うんはい、日の間も15本さ、うん、必ず。はいシビラサイビンや、はい、でこういった歴史、昔から伝わった行事、うん、どこのスーパーといったかねひたたか内カビしていてたね箱に密着感するはい箱の立ち紙よはいなんか湿気が入ったらしいあそれでしてたみたいでよはい
あ、それ。このタチが打ち壁打ちやるわね。はい。チャーシュルはね、メスが出るわね。ウフォークの打ち壁。うん。だから今度公民館持って行って置いとこうかねと思って、そういったらもらった人もらえるさんや。と、止められる人はもらうかもしれないから。いや、いや。はい。そして先ほどよっちゃんばあちゃんからありましたこの、あの、クリムトコイ拝む、あの、儀式があったりとかですね。これはまた、あの、千葉の方の、あの、この間、歌歌引き願といってですね、軍は旧暦、クイミウトウティ、軍は地の13日、うん、歌歌引き願といって、もともとは、あの、ヌールの方々が、あの、うがんうさぎたる、そして、あの、踊りをする、あの、儀式があったという、名うといっていう話もあったんですけれども、ヌールの方がこういうふうに司ってたというお話。そう、ボラカにはだいたいヌールがいて、あの、うん、カミンチュたちがヌールの手伝いをするカミンチュが必ずいるわけ。この生まれた時からもう決まるわけよな、なんか、カミンチュといって、はい、カミンチュはもうだいたいなんか続くみたいだけど、うん、あのまたカミンゴといってこの、あのヌールを手助けする人たち、うん、はい、お手たちも選ばれるわけさ、うん、昔からキューブはあるけどさ、今はお茶さんみたいに寄り集まるところこんなのもないよ、うん、ああはい、うん、唯一みんなが茶炭の人たちが拝みに行くのが茶炭長老祭りの時に茶炭長老祭に行くの、はい、うん、茶炭長老祭の坊さんは、うん、子孫もいるさ、うん、三浜に、うん、はい、うん、茶炭で昔有名だった人、この茶炭長老と、うん、それから茶炭王子、うん、深敷平子、はい、うん、きっとこういった人たちが、偉い人たちが昔は、はい、うん、ウフォークの偉人が近くにいらっしゃいますね。深敷平子という人は、はい、とても下級武士から、はい、下っ端の武士から、はい、三士官に、うん、言えば副知事みたいな、うん、でそこまで上っていった、うん、あのとても頭の優れた人、はい、すごくあのユーモアでっていうお話も、うん、ちっちゃびいことやそうやって、うん、平民みたいな人がのし上がっていたのは、うん、あのまだいるよね、はい、うん、よちゃんばちゃんのお話もどいびいしが、あの先ほどのこの馬地の土地中へこういうあの右岸行事ですね、いろいろ地域によって言葉がアイビーしがあのグイスこういったのは、うっちゃんばあちゃんのこの何か参加された、うまちぬとちなかい、このような言葉書き、といびいたんどとか、あいびがや。うまち行ったことない。はい。ちゃうちゃんのところには行ったわけ。はい。本当は男の人が拝むわけよ。うん。うん、あの、余儀公園にある、こっちが中もうとであるわけ。神もうとうるこにあるわけ。はい。本当は大仙、男性たちが行くわけ。うん。うち旦那が元気で生きてる間、旦那が自分の息子たちも連れて、はい、でまた自分の弟たち那覇にいるから、うん、あいたちも一緒になってから拝みに行きよったわけ。旦那が亡くなったから、うちの旦那が亡くなったから、この那覇にいる弟たちも行かないわけ。うん、行かないわけ。だから嫁同士が相談してから、嫁同士集まって行きよったわけ。本当は嫁たちも行っちゃいけないわけ。嫁たちは自分の方、圧力がちに、はい、自分の方を拝むわけ。うん、だからみんな自動化を来てる人が多いので、うん、うちもやんばるか来てるからもうこんなのは知らないさね、うん、うちの父は八重山の人なんだけど、八重山のムーツ屋もみんな本当に引っ越してきて、うん、どこにいるか分かんないわけ、うん、だからもう自然とお上にも行かないで、うん、はい、これまたあの継承の課題で言うちちゃびいこと野菜、うん、本当にこのだから昔からその部落にずっと他に出ないでいい、うん、いる人たちはちゃんと昔の伝統もあって、うん、はい、もう一旦ブラックが出て行って外にで生活した人たちは、うん、まあよく分かってる人たちはブラックの何かがある時には帰って行って一緒になってうがんを下げたりするけど、うん、そうじゃない離島あたりから来てる人たちはほとんども行かないさ、うんうん、はい、ベイビーや、おちゃんばちゃん、またこの衣装なんかもですね、本当にこういうあの儀式の時には衣装もつけて、あ、そうそう、よくやってた話や、うん、チャイアイビーがや、あ、うん、あれは全員でないよ、はい、うん、あの上地になってる人たちは朝早く起きて、はい、風呂行水して体清めて、はい、髪も洗って、で
白の衣装、ね、そう白 の, あの、うん、内掛けがあるわけ、はい、中から訓示つけて白の内掛けやって、この白の内掛けっていうのは誰がもつけてはいけないわけ、ちゃんと指名された人たちだけ、地域によっては何か草の冠をこうかぶる方々もいらっしゃったり、あるやんばらってるかそんな人よね、草で冠やってるけど、はい、中部では何か見たことない、うん、特に私ほらは砂辺で育ってるさね、後半は、はい、砂辺の部落は、ゴンジュンガンジュいっぱいあるんだけど、あんまり拝まない人も多い、で、あの5月の15日には十五夜もおいといて、ちょっとした舞台を作って、あの最初にシーシアがあるわけ、はい、そこからシーシを出して、はい、で、うかみのうがんじゅがあるからそこを拝んだりして、で、その後に広場でシーシを踊らして、で、またしまうわけ、それで夜は部落の人たちが昔は白黒と分かれて一緒だったって、白組、黒組、赤組じゃなくて白組、黒組って二つに分かれて二つ舞台作って踊りを競い合ったり、やってたって、それでそれから6月の法然祭、あれは豊作願う、6月は豊作願う、あれだよね、その時にはあの綱引きしよったみたい、夜はよ、入りと上がりで、そういった夜だから松明つけてやるさね、はい、でそんな時に自分が嫌いな人を松明持ってて後ろから火くっつけたりしてさ、仲の悪い人たち来ないで怖かったって言ったの人も追えないで、もう小さい時は木に登ってみよったって火くっつけられた大変だった、はい、こういった厳しさの中もそうこういった山のところもあったらしいよあれ小さい部落でさ二つに分かれて白黒って感じだと分かれて、はい、だから十五夜遊びはね、白黒の舞台って言って二つに分かれてしまった無彩民やすごいね、はい、ぼちゃんまじゃ先ほどのこの仮眠中とかこううがみさうがみする方ですね、何かこう資格とかも何かこうよくあの修行であちこち行かれるようにの話ユーチチャビー氏がさあ分からないね、修行で外に出るってことはないよ、はい、あの嫁にもなかなかよそのと部落に行けないって昔は厳しかったのに今行っても拝みの日になったら必ず帰ってくる、はい、遠いところにとにかく行くなっていう決まりがあるみたい、沖縄本島内にいるようにっていつでも拝みの、その行事があるときすぐ来れるように、はい、これがもう役割として側分としてあるわけなんですね、だからできるだけ神に指名された人たちは自分の部落にいるようにっていうふうな方針みたいな、どこでも、あの地域回ってるとですね、いろんな課題いろんな声が、あのアイビーこと野菜、幸ほどアイビーいたことの継承の課題とか、やっぱこう右岸する中でもあの右岸所があっても右岸するこの行事がわからないとかですね、逆にあの忙しくてあのこういう行事に参加ができないとか、そしてナーティーちゃんはまた、ウガンのこの言葉ですね、言葉の継承が、あの、おばあちゃんはああやって言ってたけどっていうのを、あの、心で唱える方もいらっしゃるということで。で昔の人って、大きな声でこのウガンの言葉呼ばないさね、あまり聞こえねえさ、はい、唱えてる、ね。ごにごにごにして、何言ってるか分かんないわけよ、言われてって、なんかだけ小さい時に聞いたら、はい、あそことありえる場合、なかなか覚え、これ、本にも書いてないしね、ちゃんと書いて残してはないね。はい、もう口から口で受け継いでるんだからさ、こういった人が全部なくなったら、言葉が分かんないわけさ、またこのヌーヌタミナカイウガンウサギトイビがヤンニチ、こういった目的もですね、これをまた継承の課題ということでもアイビーだや、そしてあのナーティーチェアカミンチュがいらっしゃるんですけれども、地域にあの出てこないということでですね、そういったあの課題も耳にしました、はい、何かこういった側分無知おる方々ですね、ぜひまたこういった継承をだんだん現代かなってさ、あのよそからの人たちも入り込んでくるさし、昔から島民だけじゃなくて、そうなってくると自然とやっぱりこういったのおろそかになってくると思う、はい、
本当こういったちねえちねえの行事でもそうなんですが、こういった学ぶ機会っていうのも、うん、一平定心で生むとおいびことやさい。そうですね、やっぱ多様性も大事ですけど、うん、昔ながらの伝統っていうのも同時に残していくっていうのがすごく、うん、手塩いびにゃ、うん、なんか仏壇のあるうちはね、仏壇やってるからいいお乳をしてて分かってつないでいくけど、うん、そうでない次男さんのうちは尊めがねえらん、全然も知らないからね、うん、だからまめに実家に行って仏壇を拝んだりする人たちや、うん、分かっていくわけよね。自分も後継いでいかないといけないってなるさね、うん、そういったね、はい、自然とまたユースクラブもこういう活動を通じだん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 今は簡素化になってきてるさ、うん、そのあれが一番見られるのが今は葬式やってすぐその日で一緒なのくれて新宿に決まって、はい、33年決まって済ますと、そういった人たちがいるさ、うん、最近はすぐそこで新宿で四十九日はもうそこでやるからっていう、うん、新聞にもね、断れる、まあ、家族だけでその日はその日をやってるかもしれないけど、うん、そういったのがだんだん簡素化されていって、現代ではそういったのばっかりやっていってもこれやっぱり生活があるから、うんうん、はい、食べに行ってる人はね、うん、やっぱり飛行機乗ってこない、金かかる、暇もかかる、うん、だからだん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 こうやっての薄れていくのは、うん、これも世の中だから仕方がないっていうこと、うん、もう昔から部落にいて部落から出ない人たちは、うん、もう厳重にそれを引き継いでいくわけ、うん、はい、いや、まあ、話し合いびいたしが本当にウヤファー富士を中心としていた生活から今はドゥーナータンの生活が中心とし、またこういう生活習慣のライフスタイルが変わってきたんでることを話し合いびいた。お家にとどめあるんだけど、うん、朝お茶入れたことないっていう人たちもいるわけ。お茶とコーヒーしかやって、はい、結局お茶としてない人もお茶にお茶入れないっていうから、はい、自分たち飲むコーヒーを入れるわけさ、うん、朝お茶入れたことない、コーヒーばっかりしか飲まないからコーヒーしか入れないと、うん、思うわけ、うん、だからそういうふうに時代はね、うん、だんだん変わっていくんだねと思うわけ、うん、はい、よっちゃんばあちゃんはチャウムイビーガやこの変わっていくべきものとですね、この変わっていってもいいものと変わってはいけないものんでることアイビー氏がこの変わってはいけないものや、うん、ヌーやアイビーが野菜、うん、変わっていくのいっぱいありすぎて、うん、もう自然に任せていく、うん、はい、うん、年下の人がどうのこうの言ったって、はい、今の若い人は聞き耳持たないさ、これは昔のことって片付けられるから、うん、結局年下たちもみんな黙ってるわけよね。そこに夜集まりのブラックが、うん、旧歴は自然と覚えていくわけ、はい、まあ、そこに村頭の人たちがいるからこの人たちが仕切ってやるので、うん、忘れることなくってやっていくけど、うん、新部落はもう東西南北からの集まりだから、うん、宗教も何かも違うから、うん、あれ、うん。